です。我々は秋田市で活動している小仙百景です。騎士門人の物語を題材にした騎士唱歌を披露させていただきます。小仙百景が表現する鬼の世界観をお楽しみください。それでは小仙百景の皆さん、よろしくお願いいたします。小仙百景4回目の演舞となります。残すところ演舞するチームも数チームとなりました。楽しいですが、祭りの終わりが近づいてきているということです。最後のステージも精一杯お楽しみいただきますので、ご声援よろしくお願いいたします。それでは参ります。八戸は北松ここに現れ小仙百景願い込めた必勝か、すい一つも入れた鬼さんなるこのなる方へ、鬼さんなるこのなる方へ、お馬が時に忍び寄りかね、今宵もまた一人鬼、その悲しみ深淵のごとく。